ことですので、ここに見えている方、皆さん、受任者ということで、大変厳しい中を、本当に、足で、いろんなまた、中傷も受け止めながら、署名活動をしていただいたんではないかと思います。本当にご苦労様でございました。ありがとうございました。まず、このリコールの会ができたこと自体ですね、ちょっと先前に戻りますけども、住民投票を求める会という、会が、皆さんご存知だったと思います。その時にも、町の中が同じ色の署名の封筒を持った人で、色が、一色に染まるぐらいの、活動をしていただいて、9600室という本当に盆地間で大変な筆数が皆さんのおかげで、集まりました。で、議会の方でも、市長、穂積市長もそうですけども、これは大変なことになるではないかという、危機感をやっぱし抱かれたわけです。それで、議会もやっぱし住民投票じゃあやろうかというそういった運びになって、去年の5月31日に、現実となりまして、非常に大差を持って我々住民の方が、勝ちを得たわけです。で、これはやっぱり、市長さんもそれなりに受け止めなければという、姿勢は見せていただけたと思います。で、しかしずっと日にちを追っていくに従って、見直しはするけどもということで我々の出した30億3階建てという案は、ここでもう一度認識していただきたいのは一度も検討すらできなかったわけです、行政としても。で、それで、いろんな細かい、付け替え道路がなくなったりあるいは、規模縮小だということで、口先では大変いろいろ、申し述べておりましたけども、現実、この間皆さんの手元に有権者一人に一通の、大変なお金をかけて、計画案というものが送られていったと思います。で、それを見て、おれば、これであるけど規模縮小ができたから、いいじゃないのかねっていう人もおりました。しかし現実を分かった方はとてもじゃないけども何にも見直しはされてないと一緒やないかという声も非常に多く上がってきまして、で、それで我々も、市内7カ所でその経緯を説明をさせていただいて、やっぱしおかしいと、もう今回やむにやまれずリコールに行ったらどうだという市民の方の大きなやっぱし、後押しが出てきたわけです。で、我々も、じゃあやりましょうかということで、お金は大変かかります。しかしそれでもやっぱしここは踏ん張りどころじゃないかということで、署名活動に入ったわけですけども、悲しいかな、8260筆しか集まりませんでした。その結果どういうことになるかというと、市長案が粛々と前へ進めていかれるではないかというのが今の現状だと思います。でもしかしやっぱり皆さん、私もそうですけども、ルール一個一個足で説明をしながら署名活動をしていただいた中でどういった声がやっぱし私どもの胸中に飛び込んできたかというのをもう一度やっぱし思い起こしていただきたいと思います。署名はできないけども皆さん頑張ってください、こういう声が非常にたくさんありました。で、その傍ら、署名をしたら村八分にするよというようなことまで妨害策もやっぱし出てきたわけです。それにも負けず、やっぱし皆さん、もうローラー作戦と言いますかね、自分の地域でないところへ行っては、お願いしますという声を枯らして署名活動をされた結果が8200です。ですから、目標の1万3000、1万5000という筆数にはとても遠かったですけども、でもこれは非常に大きな、これからやっぱし市政を携わっていく議員さん、市長、行政の方、この方たちがどういう形でやっぱし受け止めれるかということが一番、ね、やっぱし大きな
これから私たちが歩んでいかなければいけない、まあ、今日も新しくそういったための会を発足していくわけですけども、ぜひ今までの熱意以上に次の会が、皆さん一人一人に本当に我々がやっていくことがよし、それではもう一度やっぱし協力してみんなでこの市をより良い生活の場として成り立つような形を皆さんで作っていただきたいと思いますので、まあ、あまり取り留めのない挨拶ですけども、ぜひそこのところをご理解いただいて、今後新しい会にも熱、絶大なる熱を燃やしていただくように切にお願いをして挨拶をさせていただきます。今日は大変ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは続いてですね、移行署名運動を振り返ってということで、太田事務局長の方から報告を受けていきたいと思います。それではよろしくお願いします。あ、失礼します。共同代表の太田です。本当に今日は皆さん集まっていただいてありがとうございます。一応リコール署名の結果報告ということでまとめさせていただきましたので、報告いたします。1月7日から2月6日の1ヶ月間、多くの受任者市民の皆さんが市長リコール署名に動いてくださいました。最終署名数は8286となったことを改めて報告いたします。本当にご協力ありがとうございました。この署名期間も含めて多くの市民同士の会話が交わされ、新庄市の現状について様々な情報が共有されました。今回の署名はこのままで良いのか新庄市政と市民の皆さんに問いかけたもので、また市長リコールという重いものでした。署名数は8286となりましたが、私たちはこの署名数を以下のように考え、今後に生かしていきたいと思っています。1つ、有権者の5分の1、2割に上る数であり、わずか1ヶ月間にこれだけの数の署名が得られたことは、新城市政への関心が高まっていることの表れである。それも有権向けの署名を躊躇させるリコール阻止運動が行われた上での数であり、非常に重いものと受け止めております。二つ目、新庁舎見直しの住民投票、市長リコール署名の中心は、普通の市民が担ったという、新城初の画期的な取り組みでした。市長、多数の議員が進める新城市政に、市民が不信の声を上げたことは、消滅可能性都市にランクされた、新城の将来に不安と危機感を持った市民の思いの表れであったと思います。また、リコール阻止運動をした市民会の動きも、市政の自立を明らかにしたと思います。3つ目、署名運動の後半から若者を中心として実的に結成された新城救い隊の活動は注目に値します。市政に対する関心が次の世代を担う若者たちの間に広がりつつあることを示しています。今後の市政を発展させる大きな力になると思います。若い世代の不安を前向きに受け止め、安心して子育てができるまちづくりを目指す必要があると思います。市長リコールは実現しませんでしたが、2月10日の声明文でも明らかにしたように、今回の運動は歴史的意味を持つものであったと確信しています。まあ、しかし、新城市の厳しい現状は変わっていません。次の世代のためにも、私たち市民一人一人が考え、危機感を共有し、諦めることなく、おかしいことはおかしい、と声を上げ続けましょう。本日の、講演会のテーマにもありますように、市民が動けば、市政は変わる、ということだと思います。以上、報告とさせていただきます。ありがとうございました。お手元の黄色いチラシですね、その裏面の方に一応、先ほどちょっと言いました、2月10日の声明文、まあ、その内容が書いてあります。
まあ、それを受けて新しい組織へと、まあ、組織づくりをしていく必要はだろうということです。それで、まあ、一応調理コールの運動は終わりましたので、まあ、それを受けて、新城市政を考える会という形に、まあ、新しい組織づくりをしていきたいと思います。で、まあ、一応リコールの裏の規約を改正するという形で、新組織を立ち上げていきますのでよろしくお願いいたします。まず趣旨です。新城のような小さな町で新庁舎建設問題、参拝問題の二大市民運動が起こり、さらに史上初の住民投票に至った。で、さらに、その後市政の在り方を問う新城初の市長リコール運動が起こったと。これは民意に寄り添わない市政の現実を示すものである。市長を支持するリコール阻止運動にもかかわらず有権者の2割を超す署名を実現した。これらの市民運動には多くの市民が参加し、市民主役の自治社会への道を切り開くものであった。この市民の思いを継承発展させ、多くの市民が共同して消滅可能性都市からの脱却と、ふるさとを次の世代に引き継ぐ責務を果たすために、市長リコールの会を継承する新城市政を考える会を結成する、まあ、というあの趣旨であります。で、目的ですけれども、まあ、今趣旨のところでも述べましたように、消滅可能性都市にランクされた新城市を持続可能性都市に転換するために、新城市の再生と市民主役の街づくり、真の市民実社会の実現を図ることを目的とすると、まあ大きく目的を挙げました。で、2個に、この目的を実現するために市民一人一人が市政への関心を高め、勉強するとともに、市政、税の使い道を監視し、情報収集と発信、提言、請願など、必要な行動を行う。だから、会員でありますが、まあ、この会の、まあ、趣旨、目的に賛同する個人により、まあ、構成するということで、まあ、住民投票活動やリコール運動に参加されたまあ、方々を中心に、まあ、組織を仕切っていただいておりますが、さらに幅広い新城市政を考えるということで、幅広い一つの参加を、期待しておるものです。で、またあまり厳しい組織にはしない予定で、まあ、入大会は自由であるということで、まあ、そういうより組織体制にしたいと思っております。役員の方ですが、共同代表制を今回も取りたいと思います。まあ、主に3ないしは5名の共同代表、あるいは必要によって副代表や事務局を設置していきたいと思います。まあ、細かいことは、まあ、今後また詰めていくつもりでおりますけれども、肝心の、まあ、活動資金ですが、一応会費制は取らずに、これ前のように、まあ、カンパ寄付金、これで運営を当面はしていきたいという具合に思っています。まあ、以上のような内容で、まあ、かなりザクッとした提案なんですけど、以上提案といたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこれを紹介してください。はい、お手元にはこのお申し訳ない、橋間がありました。それわかりました。はい、じゃあ今ざっと口頭でお話ししたのですから、よくわからないというところがあるかと思いますが、ここでまた質問がありましたらお受けいたしますので。はい、まあ、ざくっとした大雑把な形での話なんで、まあ、この運動そのものは、新組織そのものは、これまでの運動を検証して、やっぱり市民が市政を、あるいは市政というのは、まあ、税の使い方でもあるもので、それをちゃんと監視していかないと、そのためには市民自身が勉強したり、からすでに今回の住民投票から、
リコールドにかけて市民の皆さんに、様々な内容のチラシ一斉の問題点を、まあ、提示しました。その問題点は一切変わっていません、現状も。ただそういうものにも目を向けていかなくちゃいけない。要するに新州は今危機的な状況にあるという認識です。そのために市民が動かないと市政は変わらないという認識から、まあ、具体的に細かい目標は立っていませんけど、大雑把に市政について考える、とにかく消化と消、まあ、消滅してしまったら何もありませんので、まあ、その可能性がかなり高いと現状のままいくと、まあ、そういうところで、市民主体は考えて、まあ、具体的な行動を起こしていくという、そういう趣旨で、まあ、大雑把に目的を挙げたわけです。はい、そういうことです。はい。よろしくお願いします。それでは、ここのところで新組織を、まあ、結成というのか、離婚の会を規約を改正して、新しい組織にして新市の姿勢を考えていくという会にしていくんですが、ここでですね、共同代表は一応お願いしてあるのいますので、その方のご挨拶を受けていきたいと思います。でその前に言葉しまして申し訳なかったんですが、リコールの会の代表として頑張っていただいた方もお見えになりますので、その人の終わりの挨拶を受けて続いて、この市の姿勢を考える会の新しい共同代表のご挨拶ということにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。リコールの会3人で共同代表やってきました、太田と申します。まあ、自分としてはできるだけのことはやったと思っております。まあ、これを次へつなげていただきたいという具合に、思っております。まあ、簡単ですが、以上、ありがとうございました。はい、先ほどご挨拶させていただきました竹本です。リコールの会で、共同代表ということで、名前を連ねさせていただいたわけですけども、皆さんの意に沿うことができませんでした。非常に残念に思っております。で、新たに新しい会が発足するにあたりまして、共同代表は、今回は殺させていただいて、副代表ということで、微力ではありますけども、次の、共同代表たちと一緒にですね、力を合わせて皆さんにいろんなたくさんのご報告ができるように頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。大変ありがとうございます。澤田さん、すいません。はい、失礼いたします。共同代表の澤田恵子ですけれども、いろいろとずっとやってきまして、本当に皆さんの協力があってこそのこの会だと思っております。やってきたことっていうのはもう本当に数限りなく皆さんの意見を聞きながら皆さんのこう添えるようにと思ったんですけれども、本当に今回は失敗してしまって本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。でもこれを土台にして皆さんと一緒に今後も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、新城市を考える会の共同代表ということでご挨拶をさせていただきます。まず最初の私は自己紹介で長谷川と申します。リコールの会では副代表でしたが、横滑りって言うんでしょうかまた同じ顔で出て申し訳ないです。もう長いもんですからね、そろそろ見切りをつけたいと思うんですが、また、やらないならないということで、問題は今度は必要に息の長い、多分目標がはっきりしない、しかも到達点もはっきりしない、要するに勉強会にほぼなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、また一から勉強させていただきたいと思います。長谷川と申します。よろしくお願いします。澤田さんやね。そうです。
すいません、あのなんか引き続き私もあの共同代表という形でやっていくことになりましたので、もう本当にあの実力がないもんですから皆さんにはご迷惑かけるかと思います。でも皆さんの力がありますので、どうぞあの勉強させてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高柳君雄と申します。よろしくお願いいたします。前回の住民投票から今回あの市長リコールの投票の時もいろいろ街を歩いたりしてました。その時に、どういう意見があったかと言いますと、わしはあの人が好きだで、話聞いとっても気持ちがいいんで、だからリコールなんかできんぞという人がおりました。で、中には、市会議員の方が先じゃないのかという方もいました。だけど部落の代表だもんでのんという方もいました。そういうことと対抗して我々はどうだったか、市政を的確に市民のメリットのあるようにしてこうよというところで、私たちは声を荒げるというのか、枯らして皆さんに訴えていきました。でそういうところなんですよね。だから好きだの嫌いだのということじゃなくて、新城がもっともっとサスティナブルっていうことを言いますから、持続性のある市町村市にしていかなきゃいかんというところ、税金を1円でも有効的に使ってほしいというところからの、意気込みだというふうに思っております。まあそんなところでその今回その代表の仲間入りをさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。皆さんにいろんな意見を聞かせていただいたりから、もっともっとここに集まっている人以外の方に、市政のこういうところがやばいよと、こういうところがメリットあるところだよというところを明確にお伝えできたらなというところで、微力ながら頑張りたいと思います。よろしくお願いします。平井の武田といいます。最初からどうしましょう。まあ、私一部の人にはですね、声が大きいということでいきなりレッドカードをもらった人ということでちょっと有名になったことはあったんですけど、まあ、自分の性格からするとですね、人のお尻についていって、言いたいことを勝手に言って、いれば楽だなと、まあ、それで実際やってきたわけですけど、こういうことになってじゃ責任って何だろうというふうに考えたときに、やっぱり自分なりに考えてみました。やっぱり責任を持つということはその立場だとかそういう責任をやるそこのポジションにないといけないかなということで、まあ、あえて自分でそういうことにしました。で恥ずかしい話ですけど、皆さんこんだけいらっしゃって皆さん関心を持っていらっしゃるのは実はびっくりするんですよ。というのは私1年前まで、市議の名前知らない、傍聴も行ったことない、ほとんど何も知らなかったんですよ。会社に仕事に行って、豊橋行って、戻ってきて、地域 のうちの人の話で、何も知らないと。ところが、あるときに、たまたま前崎さんという方が、私の、まあ、知り合いの方だったんですから、ちょっとお手伝いするよと言ったときに、まあ、きっかけだったんですけど、で、私はこの仕事やって、この運動にハマったのではありません。ハマったのではなくて、怒りを持ったんですよ。やっぱりおかしいと。住民投票の穴は何なんだと、たまたま毎日新聞に出ますんで、あれだったんですけど、間違いを起こしかねないと、あれは誰が見てもそうなんですよ、誰が見てもそう、新聞社の人が言うからじゃなくて、誰が見てもそう、ただそれをなぜ直さないんだかということで、いかに単純に怒りがあって、それを怒りで今まで進んでるんですよ、突っ走っているわけです。で、まあ、もしかしたら我々行動したときに分かったのは、一つ肝心なのは分かったのは、もう、まあ、一般市民の人ってのはどういう人かというと考えるとですね、今までの私横着油ズボラな私ですよ、大半の人はそうかなと。で今前提とする話をですね、今関心のある人ばっかりに前提にしちゃうと話は伝わっていかないと、いわゆるほとんどの人はもう無関心と、その無関心の人にどうやったら向いてもらうかということを考えないといけないかなと思います。ただこれ現実的な話をすると、さあじゃあ皆さん関心持ってくださいって言って顔向いてくれるかと、まずそれは無理だと思います。
だからそういう時どうするかというとですね、ここにある皆さんがやっぱり一人一人声かけていただくと、そういうそれしかないかなと。今ここにあと何十人、ちょっと何十人いるか分かりませんけど、その方々が一人一人、少なくとも一人増やす。そうするとこれの倍になりますよね。二人がいると、そういう活動をするしかないと。で、私はやっぱり、何も知らなかった人間としてですね、そういった情報ったものを皆さんに伝えるという作業を中心にしていきたいなと思います。まあ、結局ここにいらしていらっしゃる方に頑張ってもらうしかないというふうな責任転嫁のような話になりますけども、これからよろしくお願いします。はい、4人、挨拶終わりました。今後ですね、この4人が共同代表として、あとは事務局10人ぐらいおいてですね、スタートしていくということになりますので、これも一重に、皆さんのご協力なしにはできないことですので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこれで一部が終わりまして、いよいよ山中前浅香市長のお話を伺うわけですが、